目黒蓮、総額約140万円のコーディネートで登場。普段から愛用している財布も紹介。SnowMan の目黒蓮さん、27が25日、自身がジャパンブランドアンバサダーを務めるフェンディのイベントに、総額約140万円のコーディネートで登場。実際に普段から愛用しているという、プレゼントにおすすめな財布を紹介しました。目黒さんが登場したのは、フェンディセレリアのレセプション。イベントで、新生活で挑戦したいことはあるか聞かれると、もっと海外に行ってみたいです、と答えた目黒さん。ブランドのプロモーション撮影でイタリアに訪れたことがあるそうで、もちろんイタリアもまだまだ行きたいところではありますし、ヨーロッパをたくさん回ったりとか、アメリカとかアジアもそうですし、自分が見たことがない文化や景色をどんどんチャレンジして見に行きたいなって思っています、と願望を語りました。また、新社会人へのおすすめのプレゼントとして自身が普段から愛用している財布を紹介。どういうものをプレゼントしたらいいかなって僕の中でも考えた結果、自分が一番わかっているものがいいなと思ってと選んだ理由を明かした目黒さんですが、自分が本当に使っているやつを紹介することはあまりないので恥ずかしいと照れ笑いしました。